プレゼント企画やっちゃう？いい、早いです、早いです。はい。グローブなんか、え？好きなの選んで。好きなの選んで。マジっすか？うん、プレゼントするグローブは、これプラス、はい、どうも、翔平 TV です。じゃあ、モンタナです。はい、お願いします。はい、本日はですね、一緒にやることになりましたモンタナさんと撮影なんですけども、今回はですね、一発目、何にしましょうか？プレゼント企画やっちゃう？いい、早いです、早いです。で、お気になってるんですけど、このグローブ、あ、これ気になってるんで、これをちょっとまず紹介してから、ちょっとプレゼント企画、わかりました。やりませんか？いいね。とっておきのやつ考えましょうじゃん。はい、で、まずこちらですね。こちら何ですか、これ？これは。アトムズの限定グローブ。はい、アトムズ限定グローブ、はい。プロショップリミテッドっていう限定グローブです。プロショップリミテッド。はい、ジュテルレザーですよね、これね、マーク。もう見ます、ツヤツヤで、ちょっともう、黒光りしてます。黒光り。大クワガタのような。大クワガタ。そういうイメージ。そうブラックダイヤモンド。すごい。このプロショップリミテッドっていうことで、野球専門店のスタッフが考えて作ったグローブ。東日本側の、野球専門店のスタッフで共同開発というか。共同開発。まあ、今のグローブって革がこう柔らかくて、まあ、どっちかっていうとこうすぐ使えるグローブが多分多いと思うんだよね。まあ、我々もこう日々片付けしたりこう渡してるんだけど、やっぱこう野球専門店のスタッフがやっぱもっとこう片付けのしがいがあったり、もしくはこう昔ながらのようにちょっとずつ柔らかくなっていく野球の楽しみを感じてもらえたらということで、そう作りまして、すごいこう皮が硬い。昔ながらの自分でオイルを塗って一生懸命柔らかくして、使うまでに半年ぐらいかかるとか1年ぐらいかけて柔らかくするような、なあ、もうほんと愛着を持ってもらえるような、あー、なるほど、そうグローブを作りたいと。なるほど。のアトムズさんに相談して、巧妙に巧みにこう再現してくれた。革もさっき翔平くんが言ったようにジュテルレザーの革使ってるんですけど、こうジュテルレザーで特別にこれ専用に、まあ、革を作ってもらって、実は3型あるんです。はい、はい、でもうごめんなさい、いきなり1型売れちゃいます。マジっすか。全く同じこうウェブだったり雰囲気は同じなんだけど、その3つの中でどれかは間違いなくこう好みなグローブがあるだろうと。あー、なるほど。同じ仕様で3型作ってみたっていうグローブ。へえ、うん、じゃあこの形はちょっと違うんですか。形はちょっと違う。なるほど。これはやっぱりその良さを感じて買ってもらいたいっていうので、基本的にはネット販売は多分どのお店もしてないお店が多い。あー、なるほど、なるほど。やっぱこう実際見に来てもらって、革のコンセプトだったり、革こういうグローブの良さを知ってもらって買ってもらう。なるほど。設定にとって、そう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 、まあ、いいなで購入、そうそうそう、買ってーなーって思ってもらいながら。なるほど。わかりますかね、これ形が違う。ちょっと違うんですよね、ほら、わかるかな。 APSL2411 っていうこのグローブがあるんですけど、実はそのグローブは同じ型で作られてる。あ、そうなんですか。見た目全然違うでしょ。全然違う。紐で変わる。まあ紐だったり、やっぱりそのね、縫い方っていうのもあると思うんですよね。指のなんていうかな、こう立ち上がり方とかっていうのもやっぱり一個一個違うので、自分の好きなやつを実際に手に取って。そうです、そうです。はい、じゃあそんなに簡単には手に入らない。あ、まあまあまあ、そうそうそう、ってことですよね。はい、で、お待たせしました。はい、ようやく、プレゼント企画、やりたいんですけども、まあ僕今登録者8000人突破したらファイヤーズのグローブをプレゼントするっていう話なんですけど、はい、これですね、こちらのファイヤーズのグローブ、こちらを8000人チャンネル登録者、いきましたらプレゼント企画やるってことになってます。なんでグローブね、プレゼントするんですけど、本田さん的にどうします？何やりますでしょう？うち？はい、うちはじゃあなんかいいよ、持ってきて、なんかいいよ、持ってきて、なんかいいよ、持ってきて。え？ちょ待って、え？マジっすか？グローブなんか、え？好きなの選んで。好きなの選んで。マジっすか？待って、一緒にやるってなってちょっと血迷ったのか、頭おかしくなっちゃう。じゃあちょっと自分が翔平君がそう選んでちょっといきます。ちょっと探しきます、全力で。
決まりました、決まりました。はい、決まっちゃった、決まっちゃった。プレゼント企画、もう好きなの選んでいいってことで、僕が個人的にちょっといいなと思ってるやつを選んできました。まあ、まずこれを見せる前に、まずは応募条件ですけど、基本的にチャンネル登録と、僕らのインスタフォローは必須ということで、徴兵 TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラス、モンタナさんの、インスタ、貼っときますんで、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と、抽選開始、2000人ずつ、はい、開始して抽選をしようかなと思います。公平にいきましょう。2000人、どっちが早くどっちが早くいくからですよ。これは本当に翔平 TV with モンタナっていう名前もそうですし、モンタナさんと翔平 TV でやっていくその時間をちょっと長めに、いいですか、長い時間こうやっていきたいって、じっくりじっくりやって認知して、みんなで見てる皆さんに認知してもらいながら、最終的に応援ありがとうございましたっていう、そういう気持ちも込めて、そうですね、はい、次のステップに行くっていうのも考えまして、2000人、お互い2000人行ったらプレゼント企画やりたいと思います。で、今回ですね、プレゼント企画8000人、3000人突破したらプレゼントするグローブはこれプラスこちら、見えますかね、はい、どうですか、大丈夫ですか、それこれ、はい、Z プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ、軟式用です。黄色の源田モデルのグローブを今回はこちら、紐はこれブラウンですかね、中白のブラウンです、中白ブラウンか、いや黄色い、はい、そうですね、中白のブラウンの紐を使っていて、展示会限定だったと思います、その色はですか、僕ら登録者8000人とインスタ3000人突破したら、もうこちらとこちらのこちらのグローブも、はい、2つともプレゼントしたいと思いますんで、こちらのこのグローブをね、勝ち取るのは誰だということで、皆さんの力がもうかかってます、本当に、はい、お願いします。2名にしかあげないな、もう申し訳ないということで、僕から、5名の方に5名の方に特別なね、特別な、ものを送りたいと思います。気になるね、はい、まあ、残念賞ということで、まあ、残念賞だけど残念賞じゃないかも、なんだろうね、すごい気になるね、気になる、気になる、気になる、すごい気になるね、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 これ随分ね、お、名刺入ってる、名刺入ってる、名刺入ってる、あ、気になるね、グローブの革だ、そう、グローブの革です、これグローブの革だ、そう、グローブ、気になるね、これね、気になるね、気になるね気になるね、気になるね、気になるね、いい名刺じゃね、これ気になるね、まあ、まあ、何とは言いませんけども、はい、何とは言わないですよ、別に、なるほど、はい、5名の方に残念賞って、楽しみそうね、そう、残念賞ってことで、このグローブのお二人プラス5人に残念賞ということで、ちょっとしたものをね、送りたいと思います。どんどんチャンネル登録、してほしいなと思います。そして熱いコメントも選ぶときに、やっぱどういう気持ちでね、見てくれてて、どういう気持ちで応募してるか、ちょっとそれもなんか見たいかなって思ったんで、てなわけで、本日はですね、アトムズのグローブを紹介しました。そして、プレゼント企画を、これから開始しますんで、まあ、じっくりとね、まあ、翔平 TV を見てもらって、こちらもね、毎日こうね、毎回こうコメントで熱いコメントもらえれば、当選の確率アップということで、はい、やっていきたいと思います。はい、今後とも、翔平 TV with モンタナよろしくお願いします。ではこれで終わります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。あの、許可出ましたんで、今回はですね、こちらファイヤーズのグローブをね、登録者が8000人いったら OK という話をもらったんで、チャンネル登録者8000人突破しましたら、プレゼント企画を開始したいと思います。まあ、まだまだ先ですけど、皆さんの力をね、借りて、頑張りたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。じゃあ皆さん、こちらファイヤーズのグローブ8000人いったらあげますんで、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。翔平 TV 2020年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さん、ぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか。
詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それではあうりょうした、あつお。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。切るのさ、磨き抜いた切れ玉で。